はい、こんにちは、暇人27号です。暇人クラン夏フェス第1弾、三金祭り、第3舞台の動画になります。他の動画を先に見てしまった方にはですね、何度も言うようですが、暇人クラン夏フェス開催いたす書いちゃったな暇人クラン夏フェスを開催することにいたしましてですね、三金初手三金縛りで、動画を上げていこうと思いました。そして、ですね、参加者募ったところ人数がですね多かったので、舞台を第1、第2、第3、第4まで分けてい、こうと思いまして、今回はその第3舞台の動画になりますね。参加メンバーこちらです。ロータスさん、リックトさん、ニセイさん、お芋さん、非常ボタンさんですね。まあね、第1、第2舞台をね見てくださった方は分かると思いますが、いろいろありまして、今はいこんな感じです。でもうかなりねメンバーの入れ替わりがありましてね、大変です。2名の方がキャンセルになりましてね、第4舞台やらないのかなみたいなね、やらない可能性も出てきちゃうというなっちゃいました。大変です。まあ、とりあえず第3舞台やっていこうと思います。では行きます。初手三金縛りのみで残り、の、機体編成はレギュラーでお願いしますということにしてあります。はい、初手三金のみですね。なぜ夏フェスをというふうに、名前をつけて、企画をしようと思ったかと言いますと、またジオンだ。しょうがない。クランメンバーとはね、分隊を戦をあまりしていないですね。動画にしていなかったので、動画にしなきゃなと思いまして。で、なんかこう、あんまり、なんていうんですか、やろうやろうで、やらないことが多かったので、こう、企画をしっかり立ててね、やっちゃおうと。ジグザムさん、今回は落としますよ。ディリア、ディリア、だぞ。ピグザムさんはどうした？すごい、ダメだ、ダメだ、どうせダメなんだろう。あー、ランバラル隊に落とされた。なんてことだ。スジオンか、またジオンか。当たるのは嬉しいんですけどね、交換にされちゃうんですよね。見事。まあ見事に交換されたんですよ。なんで相手は交換しとったんですか。ビグザムさんだけなのかな。そして、あ、ビグザムさんだった。うわ、お、ランバラル隊だ。いい目をしている。クネロー、ユフに負けるか。いやー、あ、非常ボタンですか。踊りはきませんよ。うまいな。もうなんか作戦があるんですかね。決断とエネルギーを分けてくる感じ、分けて一緒に来る感じは、恐らく作戦立ち回りを
死ぬってやってみましょう。ゆうだめだ、ゆうだ。手持ちの機体が来ようが関係なくバイトを落とせるんですよ。そういう立ち回りをしようかなって。やっちゃおう。大丈夫ですか。戦ったら行きます。この方戦ったら負けてしまう。行きます。私が倒す。よし。もうこのね、なんていうんですか、この右上に暇人27ビグザムが出ればもう私それで満足。試合に勝とうが負けようが永遠のライバルです、ね、ああまたトライフルとしか残らない状況になってしまった。いや強い。距離を詰められてね。いやどうしたらいい。前に出てられる。ああ。悪かった。来た。ああ、終わってしまった。いやー、またまたジオン軍ですね。さあ、トップはロータスさん。お、でも、ここまでやったのか。いやきついな。ここあんまり3カネがね前に出れないのはね絵的にね面白くないので。スポンジ手まで行かせてください。で誰だっけな、誰だっけな、あれ誰だっけ、お芋さん、あれロータスさん、非常ボタンさん、リクトさん、あと誰だ、あれあと誰だ、あれルーンさんが前倒し、あれ二世さん、あれあ、二世さんだ。いや、いいのか？あれ？他になっちゃったな。あれ？合ってるか？ん？分からなかったな。ルーンさんとシャアさんは第1第2の方に振り上げていって、ロータスさん、ニセさん遅刻、リクトさんいいのか、合ってるか、よし。では第3部隊第2戦3カネ縛りいきます。お、ステージが変わった、いいですね。お、いいですね。スポンチ相手が正面なら、そして2連続ジオン軍です。さあもうこれはねすごいですね。運がこれトータルで第1部隊第2部隊第3部隊全く同じ日に連続して撮影しているんですけども、もうこれで何回目だろう、 1,2,3,4 回目くらいかなね、かぶってます。もうそろそろこう空気を読んでやられてくれると嬉しいんですけどね。
とか。さあビグザムさんが来ました。誰を狙おうか。まあビグザムさんでしょう。ただもう待ちますか、来るの。迎え撃てないんで。自分たちから行ったらダメだ。止まられたい。おお。そういうことか、その位置ならあれか。ランバラル隊、私はもうガンダムのイメージがあるんでランバラル隊って呼んでますけど、ランバラル隊3ですよね、ちゃんと呼ぶんだ。呼び捨てにしてますよね。ランバラル隊、ランバラル隊、ランバラル隊3です。クラシック。さあビグザムさんはこれくらいでしょう。なんでいたいんですが、ビグザムさんもいるのででかくさんを単独で行くか、共闘して倒したいですね。勝つことより乗れません。まあね、オルピナいるんで、違う。スコアを伸ばすか、少しでも試合時間を伸ばすか。間に合うか。いますからね。だとしてもですよ。わあ、間に合わない。うわあ、お散歩して終わってしまった。さあスコアはどうでしょう。ででん。ああ、わからない。わからないんだこれじゃ。非常ボタンさん、西さん、はい、またジオン。まあしょうがないっす、フル分隊なんでね。
よし、さあラストです。泣いても笑ってもこれが第3舞台ラストの参加ね縛りでございます。いきます。さあジオンではないことを願って、ジオンではないことを願うしかないです。おー、なんか何ですかこれ、偏りは。まあしょうがないのか、フル分隊だから偏りますね。これ第2第1舞台を見てる方はね、見た方は分かると思うんですけどもね、ジオンかここかです。ジオンかここかノラかです。何なんだ、引き悪いですね私。残念だな、まあ、しょうがない、勝たないと、とりあえず勝たないとな。トップ賞を決めるにはまず勝たないと。ここには勝たないと、ジオンに負けてもここには勝たないと。確かキャニオンでジオンだったんですよね。あそこが出てませんね。あのなんてとこか分かっておっしゃったんですけど、あの坂道が滑り台があるところ出てます。いやー、機体の性能がものを言いますね。底上げしないとジオン軍には勝てそうにないですな。ハイレベル、武器レベルの底上げをしないとジオンに勝つにはまずそこからですね。ウルカンしないとビグザムさんと同じ土俵には上がれませんからね。いやー、だがしかしこの編成、この機体レベルで勝ったら、勝てれば相当な、なかなかな勲章もらうと思うんですよね。人が第4部隊カードになります。ありがとうございます。さあ誰でしょう、トップ賞を取るのは。ででん、お、二世さんですね。遅刻の二世さん、そしてなんとビーコン賞、そう一個ずつ取ってますね。面白いですね。はい、というわけで三カネ祭り、第3舞台の動画はこれでおしまいです。
本当にねジオンの皆さん、そしてこれ何て読むんですかね、こちらの、クーランの方々、ありがとうございました。これで、終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。では。